アリアン・グレニス・メープル、カナダ大森林メープルの戦士よ。アークでもトンタルもアリアンなのですね。早速ですが、アークどもに一つお聞きしたく。うん、なんであろうか。リエントで会ったとき、なぜ僕を忍者と呼んだのですか。なぜも何も、どう見ても忍者だもの。というわけにもいかないか。我が国では、潮目殿のような格好をしている密偵のことを忍者と呼んでいたのかな。忍者とは、我ら一族のみに伝わる隠された名。となると、アーク殿は初代様と同じお国の生まれなのですね。初代様？ちなみに、その初代様とやらは、ご健在なの？いえ、初代様は600年ほど前に存在した伝説のお方です。600年前にもこの世界に迷い込んだ日本人がいたということか。ところで強めちゃん、アークと話したいことって？強め殿はリエントで危険を冒してまで単独で何かを探していた。それがエルク族でなかったとすると、獣人族の仲間の救出にご助力願えませんか。やはりな、エルク族と人族の関係から獣人族がこの世界でどのような扱いを受けているかも容易に想像がつく。チオメルもアリアンとの同盟は使命を持って動いていたんだな。お二人は売買契約書に記された人物を探しているはず。報酬として僕からその情報を提供します。なるほど。しかし千代目殿、我は現在エルク族アリアン殿の協力をしている。手だれの忍者といってもまだ年下のいかぬ少女、彼女を縁にしたい。目立ちたくはないが、自分の手が届くのであればどうだろう。アリアン殿、チヨメ殿が持っている情報があるというのだな。チヨメちゃんも仲間を助けるためにお気に入りしろ。はい、修行を重ねてまいりました。強くなるために、一人でも多くの仲間を助けるために。私と同じか。いいわよ、見損なわないで。私だって仲間を助けたい気持ちは知ってるもの。うん、潮目殿。はい、喜んで協力させていただこう。ええ、私もね。それで具体的に私たちは何をしたらいいの？はい、くそ、今していい。
初代様も獣人族だったんだ。いえ、初代半蔵様は人族でした。半蔵？初代様は当時のロブラン帝国で日程は良いとされておりましたが、帝国内で不遇な環境にあった獣人族を保護し、ご自分の部下とされたのです。それが今の人心一族の礎となっています。人間で半蔵、これは間違いない。初代様は日本人か。異世界に来て己自身の手で忍びの一族を作り、さらに600年も語り継がれているとは羨ましい。商品の数は順調です。出荷日までには予定通りするのだ。そうか、このところ思うような商売もできずにいましたから。ああ、だから貴様もさぞお喜びになるから。血跡紹介は中央とのつながりも強く、潮時を受ければすぐに衛兵も集まるはず。おそらく王国軍も動くでしょう。それだと逃げるのが難しいんじゃない？はい、ですからアークルのとマリアンどもは派手に暴れた後、先に脱出していただきます。どういうこと？銃の犠牲を払わなければならないなら、僕たちはそれをするだけです。アークルのとマリアンどものお力があれば犠牲を減らすことはできるはずです。強めどもだ。そういうことならば、我らも最後まで戦おう。いえ、お二人にそこまでしていただくわけには。我は転移魔法を使えるのだ。転移魔法？これは見間違いではなかったのですね。やはりアークドの初代様と同じ時空忍術をお使いに。時空忍術？はい、初代様の長距離を一瞬で移動することができる時空忍術を体得しておられたと伝え聞いています。忍術ではないが、記憶した場所なら一瞬で移動できる。この魔法を使えば被害を大幅に減らせるはずよ。確かに越後に囚われている者たちも無事に助けられるかも。あるの、僕はすぐに仲間にこのことを伝えてまいります。うん、合わせると危ないぞ。気をつけてな。ご心配ありがとうございます。襲撃は今晩ですので、それまでに準備をよろしくお願いします。私には計画実行は今晩って聞こえたんだけど。我にもそう聞こえた。仕方ない、我らも準備を始めておくか。準備？いただきます。
来たらどうだ。私はいい。金貨十三枚もしたのだ。いようか迷ったけど、いよう。襲撃部隊も準備が整ったようです。いよいよ作戦開始ね。はい、では手はず通り僕とアリアンどもの裏側から。正面はゴエモンとアークどもにお任せします。平等頼むよ、アーク。釘付けにしておこう。では行くとしよう。お前たち聞こえてるのか。止まれと言っている。さてゴエモンどら、派手に行くか。波長金獣。
骸骨が瓦礫に埋もれた気がする。行きましょう。